今日は土用の丑の日です。店内にはうなぎの香ばしい匂いが漂っています。広島市中区のデパートでは愛知産や鹿児島産のうなぎの蒲焼きや弁当が期間限定で店内に並びました。今年は物価高の影響などで例年より100円以上高い2000円から6000円までの価格帯で販売されているということです。中でも人気なのはおよそ3000円のうなぎの蒲焼きで、開店と同時にうなぎを買い求める人が訪れていました。今年の、うなぎはどうですか？どんなんかね、ちょっと高いかなと思う、ね、愛知さんが好きだから、まあ、ここにもあるから思って名古屋に住んで余計にちょっと下積みが。福屋八丁堀本店では厳しい暑さが続いていることなどから来月2日まで期間を延長し販売するということです。